こんにちは。こんにちは。今日は、はい、ご報告があります。ご報告、はい、本当に今あちょっと話すわ、何にも本当に一ミリも何も聞いてないんですけど、思い出したの今。今思い出したんですか。ご報告が、はい、あるんですよ。え、こう驚く系ですか、何系のご報告ですか。まあ驚く系かもわかんないですね。私は驚きますか。みんなが驚いた。みんなが驚いた、うん、私あのスキャンダルのドッキリの時に、うん、リアクション悪いってすごい書かれてたんで、うん、ちょっとすごい心配です、リアクションできるか。え、なんだろう、え、なんですか。やっぱご報告しなきゃいけないんじゃないのかなと思って。え、ご報、ちょっと待って待って待って、なんだろうなんだろう。やっぱこういう時はちゃんと、うん、やっぱご報告させてもらった方が、こういう時はいいんじゃないのかなと思って。ちょっと待って、当てたいんだけど、佐藤さんのご報告、うん、だってなんか大体ですよ、ご報告しますってなると結婚しますとか、そういうこうおめでたい話じゃないですか、うん、私もうこの間おめでたかったじゃないですか、ご報告、私のご報告。そうですね、うん、ご報告あったっすもんね。ありました、うん、はい、ご報告動画見てくださいね、うん、え、何？でもご報告ないですか、それに関して。僕の今から言うことに対してのご報告ないですか。え、言うことに対してのご報告、ご報告はないですか。うん、ないです。そのご報告は来てないんですか。うん、え、どういうこと。え、佐藤さん絡みで私にも関係あるってこと。うん、そのご報告来てないんですか、はい、ご報告しといた方がいいんですか。私なんかご報告あったかな。ですね、え、私なんかじゃあご報告していいんですか。ご報告あります。いや、ご報告僕は僕からした方がいいですか、ご報告。あ、そうですね、佐藤さんからご報告してほしいですね。でも俺が袴田さんからご報告先してからの俺のご報告の方がいいのかなっていう思いもあるし、あ、私もでもご報告でおめでたい話だとしたら、私もすごいしたい気持ちはあるんですよ。私もさらにしたい気持ちはあるんですけど、うん、でも私がご報告するよりやっぱ先に佐藤さんにご報告していただかないと私もご報告できないかな。できないですか。でも僕がさっきご報告しちゃうとちょっと袴田さんに迷惑かかるかなっていうのもあるし、うん、でも俺からご報告しなきゃっていう思いもあるんだけど、ご報告大丈夫ですか。え、じゃあ私ご報告します。でも俺からしないといけないかなっていう責任感もあるし。そうですよね、うん、まあ、私がご報告するよりは佐藤さんにしていただかないとなんかこうしっくりこないですよね、私的には。でも大丈夫ですか、僕からで。いや、私からします。まあ、ご報告ね、私からその旨言うことはできないですけど、いやいや、ちょっと私もご報告して、もうどうしたらいいのこれ。どうします。途中から組んでくれました。はい。分かった瞬間、分かったかな。分かった瞬間、分かりましたよ、はい、僕。分かりました。はい、あのチョコプラのモノマネです。言っといてくださいよ。今でもすごいですね、切り替わった途中分かりますよ。分かりました、うん、皆さんもね、何分何秒から、あ、袴田さんこれ気づいたなっていうのはね、分かればもうプロですよ。でもご報告することないですかって言われても、私佐藤さんから始めてるので何も言うことない手じゃないですか。ないですよっていう。それでは、はい、ご報告発表します。じゃらじゃん。あるんですかご報告。なんとあのご報告動画が Google、YouTube 内の有料コンテンツとして皆さんにお披露目されました。え、どういうこと？いや、なんかその5月度の、はい、その YouTube 全体の中での、はい、一番こういう動画を作ればいいですよっていう有料コンテンツに選ばれて、はいはいはい、でそれが多くの YouTuber とか、はい、YouTube をされてる人たちにこういう風に作ってくださいねっていう教材として載りました。え、どの動画がですか。あ、ご報告と。ご報告の、え、私ご報告したやつ。そうそう。え、本当ですか。そう、本当、連絡したの。めっちゃすごいじゃないですか。そう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 、それのご報告です、今日。え、本当にご報告あったんですね。ありました。しかも、ちょっと言ってくださいよ、私。私も若干関わってるじゃないですか。そう、だから関わってるって言ったじゃん。いや、もうただご報告あるってないのかと思ってますよ。あるのよ、本当にあったんですね。そう。え、すごい。だからって何かくれるわけじゃないよ。はい。ただあの動画がやっぱりその5月度の最強有料コンテンツとして多くのその YouTube 作られている制作者とかそういう関連関係の会社とか人の人にこういう風な作り方すればいいんですよっていう教材に5月度の最優秀コンテンツに選ばれました。え、あれ何が良かったんですかね。うん、そうなんです。それはよく分かんないんだけど。どこが有料だったんでしょうね。まあ選ばれた俺らもすごいびっくりしてたけど、私も今聞かされて、びっくりです。そう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 。え、だってあれ私が
え、ちょっとこのご報告したいことあるんでいいですかって言って、そう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 、あのめっちゃノリで撮ったやつですよ、うん、あれが五月度の、うん、有料コンテンツ、そう選ばれたの。え、なんでだろう。でみんなに宣伝されてるの、こういう風に作ってくださいって、これがいい、こういういい動画ですよっていう。へえ、そんなことある。あれだったからかな、ハッピーだったからかな。いやー、ハッピーだし、しかも多くの中の5月の、5月の中でだって今 YouTube なんてもうありふん、もうね、もう星の数ほどあるじゃないですか。そんなか、ちょっと急上昇にも乗りましたしね。うん、そうなんだよ、ね、はい、こう連絡が来た、いいですかって、もちろんですって。へえー、すごい。だからって何かくれるわけじゃないんだけどね。そうですよね、うん、え、でも私もじゃあアナウンサーランキング1位になったっていうところがちょっと多くの人にあの伝わった可能性ありますね。だからスポナビさんも喜んでると思う。え、そうですね、うん、あ、すごいご報告でしょ。すごいご報告ですね、うん、え、結構思ったより嬉しい、びっくりのご報告でした。そうそう、だから言ったじゃん、はい、すごいいいこと関わってるって言って。いやいや、もう途中からもうチョコプラのあれだなと思ったからこれ佐藤さん何にも報告ないわと思って、これで10分持たせるつもりなんかと思って私もうどう切り替えそうかって本当にちょっと苦しかったですよ。すごくないですか。え、すごいですね。ねえ、うん、確かにあの動画、だいたい普段の動画って何かしらちょっとこう嫌なコメントってあるじゃないですか、うん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 、でも本当に温かいいいコメントに溢れてて、うんうん、で読んで気も良くなっちゃったんですか。うん、すごい良くなりましただってみんなのがおめでとうって言ってくれるから、すごいすごい温かい、あ、頑張ろうって思いましたもん。でってでえ、嘘でしょ有料コンテンツ嘘でってで嘘でしょ。え、そんなドッキリあるです。え、本当なの？本当です。本当に。てってれー。今のてってれーはてってれーに対するてってれー。どういうこと？で最初にてってれーってやって、有料コンテンツに選ばれたのは嘘ですよ。てってれー。で今もう一回てってれーやったからっていうのもてってれー。本当に有料コンテンツに選ばれましたってこと？だから本当です。あれ、チョコプラこんな本当ですの繰り返しの動画やってましたっけ？何が本当に何が徹底なのかが本当にわからない。ちょっとただ真実言ってください。真実。本当です。本当？本当です。本当です。あ、本当に有料コンテンツ選ばれました？本当です。あの広告動画。本当です。本当です。本当ですか？本当です。いや、本当のことを本当に言ってるだけで本当です。本当です。何が本当かはわかんないですけど本当です。もう何本当に言うのわかんない。何ですかこの動画？ん？この動画なんですか？ご報告です。本当？本当です。本当？本当です。え、ってことはあの急上昇に乗った私のアナウンサーランキング1になりました。ありがとうございますっていうのは有料コンテンツに選ばれた。ご報告です。っていうご報告。で本当です。で本当。はい。最高じゃないですか。でってでー。いや待って、自分本当にこれ見てる人意味分かってないですからね。最後に真実だけ言って終わってください。真実言いましょうか。はい、お願いします。今日の話全部が真実です。本当に選ばれたんですよ。あ、本当に選ばれたんですか。そう、本当に選ばれたのは本当なんですよ。じゃあさっきの徹底例何だったんですか。ちょっと言ってみただけいや、よくこんなちょっと真面目な感じのドッキリ思いついたなと思いましたよ私は。ちょっと言ってみただけです。でも本当に選ばれたのは本当なんですよ。あ、すごいじゃないですか。そう、そうなんですよ。だからてってでは、なんかあんまりにも気分よくしてるから、てってでって言ったらどうなるのかと思って言ってみただけですあ、私が喜んでるから落としてやろうと思ったんですね、うん、でも本当なんですよ。あ、すごいですね。だから本当にすごかったんですよ。おお。だからそんなのあるも知らなかったから、うん、だからあるんですよね、そういうのが。あるんですね。そう、 YouTube の中でね、うん、だからそれも初めて知ったから、はい、でもよかったですね、教材ですよ。そうですよ、里崎チャンネル、まあ一つの動画ですけど、うん、YouTuber の教材ですよ、うん、だ全員の勝利だね、はい、やっぱ編集もいるじゃん、はい、サムネ、うん、編集、はい、演者、うん、企画、うん、全員の勝利だね。めっちゃノリで撮りましたけどね、うん、関係ないのよ。そうですね、せっかく全てだからそうですね、うん、だからもうチームワークがいいってことだ。そう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 、はい、いい感じよ、うん、スタッフも最高、みんな最高、はい、里崎チャンネル最高っていうご報告でした。はい。